はい、じゃあブルーモリスのエスポーションの紹介をお願いします。はい、こちらは基礎系の、小回りの板になってます。最後です。ラディースは何本ですか？ラディースは 12.5 です。うん、はい、小回り向きの、はい、そうですね、その3種類あるのが最大の特徴になってます。うん、そこが最大の特徴なの？そこが最大の特徴ですね。これは他にないですね。あ、そう、他のメーカーにはないですよ、ね、なるほど。はい、はい、4.5 と 4.5 が一番真ん中で、真ん中ですね。はい、あとは 4.0 4.0 4.0 っていうのがあります。3種類があって、うん、数字が大きいので柔らかいです。なるほど。 4.0 が一番硬くて、そうです。で 4.5 で最後 5.0 が柔らかい。そうです。ああ、ただちょっと勘違いしてほしくないのは、うん、単純に硬さだけを変えてるんじゃなくて、うん、ウッドコアの厚みの分布を変えているので、うん、まあ、ちょっと、まあ、難しい話なんですけど、うん、フレックスのパターンがちょっと違います、みんな。なるほど。パターンが違うっていうのは、パターンが違うっていうのは、うん、トップからテールにかけての、うん、板の厚みが、それぞれの、うん、フレックスの設計に合わせて作る。ここの横のってこと？横の、そうですね、まあ、厚さが違う。中の芯材のウッドコアの厚みの分布を変えてるんで、うん、まあ、単純にその 4.0 を柔らかくしてって 5.0 までいってるんではなくて、うん、まあ、フレックスは確かに硬くなったり柔らかくなったりはしてるんですけど、うん、その中でもそのフレックスに合った、フレックスパターンで設計してるので。なるほど。全部性格が違います。あ、じゃあ単純に硬さっていうよりもやっぱり乗らないと分かんないね。乗らないと。なるほど。でもね、試乗回数少ないからね。あんまりそういうことをね、やないからさ、今頑張ってやりますんで。はい、よろしくお願いします。そこみんな求めてるところなんで。そうですよね。申し訳ありませんでした。はい。ありがとうございます。ちょっとそこだけ、うん、まあ、考え方によっては、うん、ハードソフトミディアムなんですけど、うん、そうではないということで。なるほど。認識していただければ、はい、なのでちょっと実際に乗っていただいて、はい、自分に合った、うん、フィーリングのものを選んでもらえるといいかなと思います。はい、ちなみに僕の硬さは 4.5 でしたよね。そうですね、富士山の板は 4.5 のフレックスのパターンで仕上げてますので、はい、で、まあ、一番売れているモデルも 4.5 ね。はい、160cm の 4.5 がダントツ人気です。うん、うん、これが一番売れ筋ブルーモリスのエスポーションです。はい、よろしくお願いします。はい、ここに書いてます、 4.5。 ちょっとちっちゃいですけど、ここ見てください。なるほど。はい、ここで硬さが分かると。タイプ 4.5 ね。はい、はい、了解です。ありがとうございます。どうだった感触？トップカーム、ね、トップカーム滑りやすい。ロングはもっと多分簡単に回ると思うよ。23と21。じゃあ、はい、じゃあ今度は、Gポーションお願いします。はい、こちらが、基礎の大回り系の板になります。Gポーションです。はい、まあ、大回りの板なんですけど、レーシングスキーの、まあ、スペックをそのまんま注ぎ込んでるような板なので、はい、材料もほぼレーシングスキーですね。うん、で、まあ、やっぱ最大の特徴は、まあ、このサイド材に非常に硬い材料を使ってますので、うん、通常の ABS って呼ばれる、まあ、プラスチックの樹脂のような素材よりもはるかに硬いです。うん、なるほど。それを使用することによってエッジのグリップ非常に高まりますので、サイド材を硬くするとグリップが高くなる。そうですね、その分エッチングした時のパワーがダイレクトにエッジに伝わりますので、あ、まあ、そのエッジのグリップですとか走りっていうのは、うん、断然硬い材料の方が。なるほど。いいです。なんかすごいさ、はい、去年大会で滑ってて、はい、みんなから良さそうだねって言われたんだよね。はい、はい、すごいね、お客さんもみんなこの G ポーションはすごい曲がるって、はい、うん、簡単に曲がるって。そうですね、結構この辺のトップ側のフレックスが柔らかいんで、うん、この辺のから切ったわんでくれるんで、うん、トップの入りっていうのは非常にいいと思います。積極的にこう板が回ってくれるようなイメージだと思います。うん、簡単でいいよね。そうですよね、結構オートマチックな板なんで、うん、しっ
っかり踏み込まなくても、うん、まあ、体重乗せるだけでも、うん、結構スーッと入ってくるので、うん、まあ、曲がりすぎるぐらいあるかもしれないしねあと、コウジさん の、うん、あの人選の滑りで、うん、やっぱ板がバタついてないっていうのも非常に評価高かったじゃないですか。うん、そうだね。それの理由が、うん、表面材って言われるこのトップシートが、うん、まあ、よく見ると非常に厚いんですけど、これ滑走面の材料を使ってるので、なるほど、まあ言ってみれば裏も表も同じみたいな感じなんですね。なるほどね。これに関してはポーションシリーズは全て同じで、うん、S ポーションも B ポーションも、うん、C ポーションも、うん、まあ、色は違うんですけど全て滑走面材を使ってます、うん、まあ、そのことによって振動を抑制してくれる、吸収してくれるので、それはなんか乗っててすごくわかる。そうですね、みんな言いますよね、うん、張り付くって、うん、それもまあ一つの大きな特徴ですね。なるほど。硬いサイド材とそのトップシートに、うん、滑走面材を持ってきてるっていうのが大きな特徴かなと思います、はい、あとラディウスですね。うん、ラディウスね、 180cm は R21 で、はい、185は R23 になります、うん、なるほど。180が21、はい、185が23、23です。あ、ちょうどいいサイズですね。うん、コンペティション向き。まあブルーモリスの江戸さんが履いてるこの板はスノーハイクです。長靴につけてこのシールがついてて登れる、そして下りも滑れると。こういうなんかわ、すげえね、走れんだね。簡単に登っていきます、この斜面をスイスイと。こういうのでツアーしたらすごく楽しいかもね。ブナ林を歩くツアー、お弁当を背負って遠足気分でルンルンで行けます。下りは、お、滑るよ滑るよ。あ、ちょっと蹴るかな。ほら、あれっすよね、あのシールついてないやつと、はい、鱗のやつもあるっすね、はい、鱗のやつとシールのやつがありまして、うん、スキーを普段やられている方は、はい、鱗の方が好き、ね、そうっすね、うん、今滑走性能は鱗の方が、うん、これ今登ってみるともうシールの方が登りは、あ、なるほど、全然楽ですね。一回ちょっとシール見せてください。こんな感じでございます。ザラザラ。なるほど。楽しいアイテムですね。そうですね。結構評判あるですよね。はい。今絶賛お問い合わせいただき、絶賛お問い合わせ。なるほど。こっちは？これもシール付き？あ、ウロコ。あ、ウロコ。結構これ結構シャドウあるけど。こっちはシール。初めて入ってます、うん、初めて入った全然いける、いけるね、まあ、基本ゲレンデじゃないですもん ね、 そうですね、歩くのね、はい、だからもっとふかふかだったらもっと引っかかる感じがするんですけど、す、ね、全然登れます。スキーやったことない方ですから、はい、インバウンドの、うん、初めてスキーなるほど。転ぶのも楽しい。ああ。そうですね。林の中とかね、今日今雪降ってますけど、全然林の中雪な、あ、雪じゃねえや、風吹かないしね。景色も綺麗なんで、おすすめです。うん、撮ってる。でも、全然いいでしょ。関係ないそんなの。作ってじゃあ。あ。60でいい。高校生と中学生の兄弟がブルーモリス入ってもらってます。
未来のデモンストレーター。頼むよ。青森だから生え抜きじゃん。もうね。生え抜きの選手いいよな。続々とアンケート結果が、あ、落ちたよ1枚。気になる評価を教えてください。ブルーモリスの板に満足しましたか。はい。普通。普通。はい。満足。満足。それ5段階評価の2番目だよね。そう。満足、はい、満足。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 非常に満足。お、出ました。大体満足。コメントあるよね。コメント。コメントですか。うん、ですね。コーション 4.5。はい。滑りやすかった。けど、うん、帰りがちょっと足りない。なるほど。スキーの、うん、バタつきがない。うん、食いつきがいい。これ G ポーションですね。G ポーション。食いつきがいい。まあ、ちょっと今回雪があまりにもふかふかなんで、ね、評価はしづらいと思うんですけど、監視度のみ。これどう捉えればいいですか。やっぱ最初のグッて入ってくるってことだよね。ターン指導する、ターン勝手に指導しちゃうっていう感じ、勝手にやっちゃって、俺はターン入りたくねえのに来るんだよみたいな。それはどうなの。よくないじゃん。あ、これ同じですね。ターン指導がスムーズだった。あー、ターン中非常に安定している。なるほど、はい、というコメントをいただいたんですけども、うん、どの板に乗りましたかに丸がついてないので、どの板か分かりません。浮力がすごい最高。これはオーバーですね。オーバーね。これはまたちょっと違う意見で、うん、Sポーション反発がよく、うんうん、反発がいいですね。反発が良い、うん、G はよく曲がる。これはこの雪でだよ。そうです。あ、これ G ポーションですね。エッジの食い込みがいい。でもこの雪でも評価いいからすごくない。この寒い中ちょっと頑張って書いていただいて、うん、本当ありがたいです。辛口も欲しかったね。辛口欲しかったです。辛口ないですよ。辛口ないですよ。やっぱさ、あれが欲しい、やっぱ緑系の板が欲しいっていうのが結構意見であったね。S と G の中間と。でもまあほら、緑は今スキー学校でテストしてるから、はいはい、まあ実現する方向でいきたいと